さあどうも綿貫です。現在ね、東海道新幹線、山陽新幹線の新大阪駅に来てます。ここから何をするかっていうと、ついにね、あの企画がね、復活ですね。そう、山陽新幹線のこだま号博多まで乗って、で途中のね、長時間停車で駅弁を買える駅で駅弁をひたすら買って食べまくりながら博多まで行くっていう企画なんですけど、やっとね、やりに来ることができました。でね、今まで東海道新幹線、東北新幹線、北陸新幹線とやってきましたけど、それぞれのね、新幹線の事情に合わせてルールをちょっとずつ変更してやってきたんですけど、今回もね、今回のルールでやっていきます。で、まずね、この山陽新幹線が途中駅で駅弁が買えそうな駅が意外と少なくて、というか調べてもね、あんまり分かんなくて、なのでとりあえずここ大阪から博多までの間6つの都道府県を通るので、各都道府県ね、1つずつ駅弁を買うっていうのを目標でやっていこうかなと思います。で、さらに改札内で買える店っていうのもかなり限られているようなので、改札外に出て買うことも OK にします。で、ただね、普通に切符買うと改札外で降りるってなると、特急券を毎回分けて買う必要があるけど、どうするかっていうと、こちらですね、どこでもドア切符、2人以上必要なんですけど、今回ね、2人来てるんで、これを使って、これね、自由席なら何回でも乗れるんで、で指定席もね、6回まで取れるんですけど、これ指定で博多まで取って途中改札外で降りることは大丈夫かって JR 西日本さんに確認したら、それはダメだってことなんで、最初に改札外に出る駅までは指定を取って、そこから先はね、自由席で行こうかなと思います。とりあえずこの切符を使ってやっていきます。で、駅弁を買える駅がね、かなり少ないと見込まれるんで、新大阪でも駅弁を買いました。それがこちらですね。そう、なにわ満載、これはね、JR 東海さんの JR 東海パッセンジャーズかな、駅弁を作る部門で売ってる商品なんですけど、まあね、東京、名古屋、京都、大阪、どこでも売ってる駅弁って結構多いんですけど、これに関してはね、大阪だけ売ってるってことなんで、これを選びました。いや、楽しみだな。で、乗っていくのが目の前に止まってるこだま843号、7時39分発博多行きですね。もう5時間ほどの旅ですけど、で、レールスターの車両で来てますね。これはね、楽しみですね。じゃあ早速ね、乗っていきましょう。かなりね、ボリュームのある駅弁ですね。余力があってね、美味しかったんですけど、で、ここね、招き食品の売店があるんですけど、やってないんですよね、やってない。ということで、改札内にあるようなんで行ってみますか。切符が出ます。さあ、ではね、このおかめ弁当っていうね、独特の駅弁を買いましたね。なかなかね、もっと種類はいろいろあるんですけど、朝9時前は種類が少ないということで、これにしてみました。でも、これも結構ね、美味しそうです。これでなんと17分止まります。桜と望みを対比するようですね。ここは改札内に駅弁あるようなんで探しに行っています。そういえばね、おかめ弁当ってめちゃくちゃいい駅弁でしたね。こうパッケージから想像もつかないですけど、肉系と海鮮系といろいろ具が入ってて、駅弁の良さを、ね、詰め込んだような、ね、商品でしたね。
購入したのがこちらですね、いいとこ取りということで、これもね岡山のね独自の商品ですね。いやでも東北新幹線や北陸と違ってね、同じ列車にね長時間停車で戻れるっていうのはありがたいですね。いやでもね駅弁6個買うつもりではいるけど、もうあと1個食べたら満腹っていう状況ですね。続いて新倉敷ですね。ここはね岡山県なので駅弁は買わない予定ですけど、駅弁屋がねどこにあるかちょっと調べるためにね降りてみました。あとね今ねお腹と GoPro の充電期間ってことで、とりあえずね時間は結構あるんでね、岡山で買った駅弁はどっかもうちょっと先の方で食べましょう。新倉敷改札出たところにセブンイレブンありますけど、駅弁は売ってなかったですね。じゃあ戻りましょう。で通過町はこんな感じですね。じゃあね車内に戻りましょう。続いて福山ですね。これで10分止まります。でここ駅弁屋のホーム上はね上りホームだけあるみたいなんで、まあ10分あるから余裕ですね。ちょっと向こう側で買いに行きましょう。そうね、改札外にもね駅弁屋さんあったんで、今回はね改札外出れるんで近い改札外で買いましょう。さあじゃあ買ってきましたね。今回買ってきたのは福山バラ寿司ってことで、バラっていうこの花のバラのことをね指してるんですね。いやこれも美味しそうですね。で売店ですけど、上りホームと改札外に、浜吉っていう駅弁の売店があって、さらにね改札内のセブンイレブンでもね一部駅弁を取り揃えてましたね。まあ、ここはね意外と駅弁買うのに困らないですね。でまたね車内に戻りましょう。さあ続いて新尾道ですね。ここでは駅弁買わない予定ですけど、また改札外に買えるところがあるか見てみます。新尾道ですね。ここは改札外に売店が2つありましたけど、駅弁に関してはね売ってなかったですね。じゃあ戻りましょう。広島ですね。ここは広島大学の最寄り駅ですね。ここでも長時間停車します。岡山で買ったねいいとこ取りを食べましたけど、結構ねやっぱ鶏肉主体なんであっさりした感じで、ご飯の層がね思ったより薄く広くねご飯が敷いてあるんですけど、まあねご飯と肉の量のバランスが良くてね食べやすかったですね。ここでも駅弁は買わない予定ですけど、売店があるのかどうかね見てきます。さあでは東広島ですね。ここはねホームと改札が結構近いんで外まで来れちゃいましたね。でそこにセブンイレブンがあるんですけど、駅弁は売ってなかったですね。ではね戻りましょう。続いて長時間停車新岩国ですね。4分しか止まんないんですけど、ちょっとね、見れるだけ見てきます。急いで改札側行ってセブンイレブンありましたけど、やっぱりね駅弁は売ってないですね。じゃあ戻りましょう。続いて徳山ですね。ここも4分間だけ停車なんですけど、一応ね見れるところだけ見ています。ここはもともと売店だったのかな、ただホーム上にはもうないみたいですね。さあ徳山はねこう改札内にセブンイレブンがあって、しかも福弁当っていう山口の弁当を売ってたんですけど、こう通行の、ね、レジが混んでて、これ買ってると間に合わないんで、ただ山口県ではまだ何駅かありますんでね、途中どっかで買えることを祈って戻りましょう。続いて新山口ですね。ここ停車時間3分なんで行けるとこまで行っています。ここも改札内にセブンがありましたけど、ここではね駅弁は売ってませんでしたね。時間帯にもよるかもしれないですけど、あ、そう書いてあるな。駅弁の販売土日祝日のみとなりますって書いてあるんで、平日は売ってないようです。続いて朝ですね。ここ4分間だけ停車です。ここは利用者の少ないね駅で有名ですけど、またね見ていきましょう。で連絡口通りましたけど、ここはセブンイレブンが在来線の改札のところにあるので、だいぶ遠いですね。4分じゃ買いに行けないですね。駅弁がそこで売ってるかは不明です。じゃあ戻りますね。さ
では新下関ですね。ここで8分間停車します。いやでもね、よく考えたら山口県の駅全部長時間停車なのに駅弁変えてないですね。ここは最後のチャンスなんでね、買いたいところです。新下関ですね。ここは改札外にセブンイレブンとね、お土産屋とありましたけど、駅弁はね売ってなかったですね。あとね、蕎麦屋があったんでそこで食べたいところですけど、さすがに8分の停車時間じゃ食えないんで、もう戻りますか。そうするとこの先ね、小倉は長時間停車じゃないんで、途中駅で買えたのは意外と少なかったですね。まあ、福岡県最後博多でね、なんか買いましょう。それで5個になればね。では終点の博多に到着しました。まあ、この先博多南行きになるみたいですよね。いや結局ね、駅弁新大阪も含めて合計4個しかね買えなかったですね。あーやっぱりね、あそこの徳山でね買えなかったのが痛かったですね。まあ、とりあえず博多でね駅弁売ってると思うんで、ここでもう1個買って、それでね、そうで車内でね駅弁実はね3個しか食べてないんですよね。ただ今日この先もねまだずっと電車に乗る予定なんで、まあどっかしらね食べようと思います。お、博多にね駅弁屋台なのか駅弁屋台なのかわかんないですけど、駅弁屋ありましたね。これ何か買っていきましょう。ではね、せっかくなんで博多の改札外に出てみました。で博多でね駅弁を買いましたね。ちょっとね山口県の駅弁は見当たらなかったんで、福岡の駅弁だけ買いましたけど、それがこちらですね。こちら牛タンからし明太弁当ということで、これ結構ね明太子とさらにね牛タンも乗って美味しそうですね。またねこの先今日は電車乗り続けるので、どっかしらで食べていきたいと思います。さあではね、いつの間にか夜になりましたけど、私は出雲市駅にいます。博多からね、新山口経由でスーパーオキに乗って出雲市に来たんですけど、そこのスーパーオキの車内でね最後の2つを食べました。いやで、福山で買った福山バラ寿司ですけど、これはねまずね、この値段でねイクラが結構乗ってるのがね嬉しかったですね。イクラが乗ってて、あと押し寿司ですか、あそこねいろいろバランスよくって結構ね美味しかったですね。であと博多で買った牛タンからし明太弁当ですけど、これもねなかなか、牛タンとね明太子ってこんな組み合わせで食べたことねなかったですけど、明太子をね食べつつ、あとあのさつまいもが結構謎でしたけど、それと牛タンを味わえてね、なかなかいい組み合わせでしたね。いやでもこんな感じでね、あの途中改札の外に出る切符を使って山陽新幹線のね小玉号でひたすら駅弁買いましたけど、意外とねあの改札出れる出れないは別にどっちにしてもね駅弁買える駅少なかったですね。途中駅で買えたのはね3つですよね。あと徳山で改装で買えなかったのが1個ありますけど、そうするとそうか、長時間停車する駅はねいっぱいあった割に、予想より少なかったですね。本当はねもうちょっと買えるのかなって思ったんですけど、やっぱり、ね、山陽新幹線は利用者が少ないね新幹線の駅は結構ありますから、そういうところだとねなかなか買うのは難しいですね。ただね、こう山陽新幹線途中駅弁がどこで買えるかもね調べてもよくわからなかったんで、一応この動画がね途中駅で駅弁を買う資料にもねなるかなと思いますんで、そういった意味でもねいい動画になったかなと思います。
じゃあこんな感じで、ね、この動画は以上になりますんで、これで駅弁シリーズはね、主要な新幹線全部制覇したんで、次回あるかどうかはわからないですけど、まあね、旅の参考にしてみてください。じゃあこの動画は以上になりますんで、次の動画もよろしくお願いします。ではどうもありがとうございました。